はい、廣田選手 70.95 クリアです。クリアしました。今回ライジン初参戦、元 UFC ファイターの廣田光人選手。続きまして総座選手、ホベルト聡選手 70.85 クリアです。クリアしました。今注目、今年の10月に開催されますライジンライト級グランプリに向けてこの2人の戦いが始まります。まずは正面を向いてファイティングポーズをお願いします。柔術界の至宝と称されるホベルト聡聡座選手、ここまで MMA は全勝中です。そして UFC から帰ってきた廣田光人選手、一度は引退も考えましたが、応援してくれる方々のもう一回日本で見たいというその声に応えるべく今日仕上げてきました。いよいよアスコングを迎えることになりました。大きな拍手をお願いいたします。続き